はい、皆さんこんにちは。今日はですね、メンスティンを購入しまして、そのメンスティンをですね、自分仕様にかっこよくしようと思って、上の蓋をですね、鏡面仕上げにしてみました。これがね、クーラーマスターのケースなんですけど、結構ね、メンスティンにドンピシャのサイズで、もうこれいいんじゃないかなと思って入れてみました。マジックテープ式でこんな感じで開けることができて、ダイソーの網ですね、ダイソーの網とセリアの台になります。それでですね、今回メインのライスクッカーなんですけど、こちらになります。ででーん、はい、ゴムのバンドがついていて、もうすでにね、鏡面になっております。こんな感じで、これ磨くのに、まあ、丸1日かかってます。もうね、磨きすぎてね、親指が痛いですね。こんな感じですね。まあ、上蓋だけ磨いたんですけど、それでもね、全然かっこいいです。横の方もピカピカですね。はい、それではですね、早速この鏡面仕上げをどのようにやっていったかっていうのを、ちょっとね、作業風景を解説を交えながら見ていこうと思います。それでは作業スタート。はい、早速ですね、解説の方を始めていこうと思います。で、今回購入したこいつはですね、ホームセンターで購入したものなんですけど、フィールドトゥーサミットっていうメーカーさんのもので、ライスクッカーという名前で販売されていました。まあ、メンスティンとね、ライスクッカーと線引きがちょっとよくわかんないんですけど、今回購入したのはライスクッカーというもので、 1.55 まで炊くことができます。もう初めてね、購入したので、なんかすごいかっこよく見えますね。で、今回はこいつの上蓋を鏡面仕上げしていこうと思います。で、今回の作業はですね、実家で行いました。まあ、後ろに見えているのがうちの父親の工房になるんですけど、まあ、ちょっと見た目汚いですね。で、これは延長コードに減速の、なんかあれがダイヤルがついてて、グラインダーなんかをね、回転数を落として使うことができるものになります。で、最初ですね、グラインダーでちょっと横着をして、そのまま青棒でいけないかなと思って、フェルトバフでですね、かけてみたんですけど、なんかうまくいかなくてですね、結局ペーパーの、木工用ペーパーの400番からスタートをして、400番、800番、1200番っていう形で番手を細かくしていてですね、最終的にはこのバフで、グラインダーで青棒の青棒を使ってですね、光沢を出していきました。で、このペーパー掛けなんですけど、一応耐水のペーパーでですね、400番からしっかりかけていって、番手を上げていかないと、後々ですね、アルミの元の素材の芽が出てきて、またね、400番800番かけて、まあ、そのなんか粗いところが見つかったら400番から戻ってみたいな形になりますので、まあ、そこら辺はですね、状況を見極めながら、しっかり目を見ながらですね、アルミ素材の目を見ながらペーパーをかけていったらいいかと思います。かなり地味な作業でですね、朝9時半ぐらいからスタートをして、まあ、途中で買い物に行ったり抜けたりしたんですけど、結局最終的にはですね、9時半ぐらいまでかかっていましたね。で、ペーパーもまんべんなく縦縦横横縦縦横横みたいな感じで
ていうか最初はですね、まあ、盾をバーっとこうかけて一旦一通り全部盾をかけた後に横をかけるような感じが剣馬力がね上がって、まあ、いいかなと思います。まあ、結局ですねその名自体がこのバッテンになるようにあのペーパーをかけると検索力がね上がるんですよ。まあ、こう丸でもいいかと思うんですけどこの横を最初かけて縦を行くことによって常にねクロスをしてあの削り取るような形になりますのでその方がねあの効率がいいかと思います。でこの横の方もねしっかりかけていって、まあ、途中ですねあのペーパーをかけてる最中に、まあ、フェルトを当てて、まあ、傷がねどこが残ってるかっていうのを確認しながら進めたのであの作業の手順がちょっとあべこべになってるところがあるんですけど、まあ、そこら辺もですね工程の中では大事なことかなと思います。まあ、どこに傷があるか探すみたいな作業ですね。はい、お次はですね、これお家に帰ってきて自分のパソコンデスクでピカールを使ってですねラップをしているところです。で僕はですね金型業界に、まあ、10年ちょっといまして、まあ、その中でですねこの磨きの、工程にも携わっていまして、まあ、このね光らせるっていうの結構好きなんですけどピカールを使ってね鏡面仕上げをしたのは、まあ、今回初めてです。でアルミ素材は柔らかいのでこのピカールでですねどこまで光るかなということではちょっと興味があったところだったんですけど最終的にはね結構そこそこ光ってくれて、まあ、かなり満足ですね。まあ、ピカール自体がね4000番ぐらいらしくて、まあ、これからまだ番手を細かくしていってももうちょっと光るんじゃないかなって思うんですけど若干ですね表面に曇りがかったような感じで、すっきりした鏡面にはならないんですね。手で磨くと、まあ、それは何でかというと、ある程度ですね、グラインダーとかああいう電気の工作機械でですね、圧をかけながら研磨をしていかないと最終的なね、光沢は出てこないんですよ。まあ、これも金型をしてて、まあ、みんな金型でラップとかやったことある人は分かると思うんですけど。ある程度圧をかけてラップをしてあげてでその圧をかけるとですねやっぱり素材自体が熱を持ってくるんですけどでケミカルとかああいうねケミカル用品の油が乾ききる直前っていうのが一番光沢が出るところでそこのね際を狙っていくと綺麗になってくるっていうのがあるんですけど。まあね、手で磨くとどうしてもそこら辺の圧っていうのがなかなかね指のこの指圧ぐらいしかできないので、まあ、難しいところなんですけどでこのねまたタオルでタオル中かマイクロファイバークラスでクラスじゃないクロスでこう磨いてたわけなんですけどもうねずっと何時間もやってここの親指の根っこが痛くなってですねまだ未だに痛いんですけど。まあ、そこら辺もね時間と体力との勝負で、まあ、今回頑張ってみました。で今使ってるこのスポンジはですね車の、ワックス用のスポンジなんですけど何年か前に買ってたものをちょっと見つけて引っ張り出してみたんですけどこれ結構いいですね。ピカールをつけて磨くんですけどピカール自体のそのものが、まあ、マイクロファイバークロスだとそっちの方に吸収されてしまうんですけどスポンジだとですね吸収されないで常にそこにピカールがある状態で研磨できますので、まあ、長持ちするというか結構伸びがいいというかまあね今回これを使ってみてあいいなって思うところの一つでした。で横の方もね結構スポンジなのでしっかり当たってくれてまあ、綺麗に光沢を出すことができました。まあ、鏡面仕上げだとマイクロファイバークラスクロスとこのスポンジとねあれば、まあ、そこそこね対応できるんじゃないかなと思います。で今回はですねホームセンターにピカールしか置いてなかったんで、まあ、ピカールでやってみたんですけどブルーマジックっていう研磨の、クリームというかがあるんですけどそれもねちょっと気になってるところです。ニベア感とか結構光らしてる人いるんですけどちょっとあれもやってみたいですね。
まあ、アルミの缶はですね、結構アルミの缶というかアルミ素材自体が柔らかいので、まあ、光沢が出にくいっていうのはあるんですけど、ここら辺をですね、克服してそのやり方を見つけるとですね、キャンプ用品は、まあ、キャンプ用品はですね、アルミ素材とかステンレス素材結構多く使われているので、まあ、そこら辺もね、光らせていくとオンリーワンのものができるんじゃないかなと思ってます。今後もね、こういうのはちょっと続けていこうかなと思います。まあ、非常に面白かったですね。ライスクッカーの鏡面仕上げの工程を見ていただいたわけなんですけど、どうだったでしょうか。まあ、このですね、ライスクッカーにちょっと手を加えることによってですね、より愛着が湧くものになると思うので、まあ大変ね、おすすめすることができます。でね、ペーパーで磨いて、まあ、ピカールとかね、ブルーマジックとかあんな感じの研磨剤の入ったクリームなんかですね、磨くと、まあ、簡単にですね、光沢を出すことができますので、まあね、初心者の方でも全然できるんじゃないかなと思います。まあさすがにですね、ライスクッカー全部鏡面仕上げにするとなると、まあだいぶ骨が折れるんですけど、上蓋だけだったら、まあ、丸1日ぐらいかければね、どうにかできるかと思いますので、まあね、やる気のある方はぜひ挑戦してみてください。あとですね、ちょっと余談になるんですけど、最近このような革手袋を買いました。金庫の革手袋なんですけど、これをね、つけて焚き火をしてですね、こういうライスクッカーでご飯を炊くと、まあ、よりね、YouTube 映えして、まあ、おしゃれな感じになるんじゃないかと思って、まあ、今からですね、使うのがちょっと楽しみなんですけど、まあ、こんな感じでですね、ちょっとずつ手を加えてキャンプ用品増やしていってですね、キャンパーの仲間入りをしたいと思います。はい、それではですね、今回の動画が良かったらいいねと、あとチャンネル登録の方よろしくお願いします。それではまた次の動画で会いましょう。バイバイ。